TV。 今回は、お尻痩せ、私もすごくお尻にお肉がつきやすかったりして、個人的にもお尻痩せってすごくやっていきたいなと思ってる部位なんですけど、お尻を痩せていく時に結構なんかこの胴回り自体も硬かったりするので、ストレッチを組み合わせながら順番に効率よくやっていくエクササイズをご紹介していきます。で、寝ながらできるので、朝寝起きの時とかそういった時にぜひやってみてください。そしたらまずお腹を伸ばしていくのに、うつ伏せになってもらってぐーっとお腹を伸ばす。腰が痛い方とかもいるので急にやらないで、1,2,3 とこう効き具合も柔らかめに 1,2,3 で、だんだん伸びてきたなと思ったら 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 と3回ずつぐらい 1,2,3,4,5,6 と伸ばしてもらって、そうすると腰がね結構くると思うので、そのまま腰を少しこう下ろして、胸を下ろすことで腰が少し伸びるので、お腹もね、下腹が今これで伸びてます。で、やっていって伸ばしてから、まず足を上げていくのにグッとグッと上げ込む。で、まずお尻自体をグッと上まで上げ込む動きをしていって、で、この反対側も3,4,5,6,7,8,9,10。これはね、よくやっていたエクササイズなんですけど、ここに寝ていただいて、少しでも面白いとか役に立つと思っていただけたら、チャンネル登録とグッドボタンお願いします。お願いします。